IQ が高すぎてレベルが違いすぎる犯罪者5選。ごきげんよう、メイです。ちょっと今日は鼻声でごめんなさい。私は IQ が高い人よりも優しい人が好きです。今日は IQ が高いにもかかわらずそれを間違った方向に使ってしまった犯罪者を5人紹介していきます。1. キャロル・コール IQ152。 35人の少年少女を殺害した人物です。彼は幼い頃から母親に虐待を受けていました。それは浮気現場をわざと小さなキャロルに見せつけるという残酷なものでした。何度も行われるうちに人格障害を発症してしまい、女性に殺意を抱くようになりました。最初の殺人は10歳の頃。この時名前が女性的ということで、キャロルはクラスメイトからいじめにあっていました。いじめっ子の一人を湖に突き落とし溺死させます。しかし事故として処理されてしまいます。14歳の頃 IQ テストで152と判断されているのですが、なぜか学校の成績は平均的のままでした。学校を卒業すると仕事をせずに窃盗や強盗を繰り返して生活することに。1971年、ヒッチハイクで乗せた女性を衝動的に絞殺します。その後も親切心を装って巧みに近づいては次々と女性たちを殺害していきます。そのほとんどが母親に面影のある人たちでした。犯行を行う時はお酒を飲む癖があり、泥酔した時は覚えていないことも。妻も含めて実際には犠牲者は35人以上とも言われています。 2. クリステン・ギルバード IQ170。 看護師をしていた女性で、推定80人の被害を出したとされています。現在は終身刑で収監中。マサチューセッツ州の病院に勤務していた1995年頃、彼女がケアしている患者が次々と亡くなる事態が起きます。彼女は医師たちの信頼も厚く、看護師のリーダー的な存在でした。しかし彼女が夜勤を担当する時に限って患者の容態が急変し、亡くなることが相次いでいました。疑う同僚もいましたが証拠が出てきません。運が悪いのかもしれないということから死の天使と呼ばれることも。事態の異常さからついに警察が乗り出しますが、彼女はすぐに退職し、精神病院に7回の入退院を繰り返します。昔から虚言癖や暴力性を持っていたそうで、結婚後2人目を産んだ1993年頃からさらに悪化。夫婦の間も震えるほど冷えており、彼女は一人でアパート暮らしをしていました。結局病院から追跡不可能な心臓刺激剤であるエピネフリンで患者1人を殺害、2人を殺害未遂ということで有罪に。しかし病院関係者が推測したところ、被害者は80人以上とされています。 IQ が高いがゆえに証拠も残さずに犯行を重ねることができたのかもしれませんね。 3. セオドア・カジンスキー。彼はハーバード大学を卒業した IQ167 の天才的な数学者です。10年以上にわたり大学で助教授として働いていた彼は、いつしか爆弾を使ってテロ行為を行う危険人物へと変貌。分別がありそうに見えて、思想は無政府主義者の爆弾魔。爆弾を送りつける恐ろしい手口で3人が死亡、23人が負傷しました。彼は自分の主張に注目してもらうためにやったことで仕方のないことだとしていますが、やったことはただの爆弾テロです。高 IQ の人たちは基本的に法律などで束縛されるのが嫌いな傾向にあるようです。その頭脳を生かして政治家になる人もいれば、このようにテロリストになってしまう人もいるのですね。 4. ネイサン・レオポルド IQ210 & リチャード・アルバート・ローブIQ169。 完全犯罪で優越感を感じたい。裕福な家庭に生まれたユダヤ人の男性ネイサン、同性の恋人リチャード、
二人は大学生の時、優越感を感じたいというだけで誘拐殺人をしてしまいます。二人は IQ が高く完全犯罪にできる自信があったようです。警察には自分たちの犯行を絶対に見抜くことはできないだろうと、自分たちが優れていることを証明するためだけに人を殺してしまったのです。綿密な計画を練り、身代金目的のように見せかけて実業家の息子を殺害しました。しかし身代金が払われる前に少年の遺体が見つかってしまったことで、金目的での犯行ではないことを感づかれてしまいます。以後どんどんほころびが起こり、送られてきた手紙から彼らの犯行だと判明するまでに、警察の調べでは3人以上犠牲者が出ているかもしれないと言われています。二人はあっさりと罪を認め、終身刑に懲役99年が加算された判決を受けました。かのホラー映画の巨匠アルフレッド・ヒッチコックのロープは彼らが題材になっています。5. ロドニー・アルカラ IQ170。 優秀な頭脳を持ち、20年以上も捕まることなく、それでいて100人以上も殺害したとみられている連続殺人犯。ロドニーの最初の犯行は8歳の小さな少女に対してでした。車に引きずり込み、自宅のアパートに連れて帰るところを目撃されたことで警察に追われますが、この時は逃げ切ります。警察が彼のアパートを調べると、部屋から大量の女性の写真が見つかります。余罪があるとみて指名手配が行われましたが、捜査は思うように進みません。しばらくして逮捕されますが、被害者とその両親はすでにアメリカを離れ、行方不明になったことで重罪にはなりませんでした。その後20年にわたって偽名を使って次々と女性を強姦し殺していきます。彼は爽やかで屈託のない笑顔の持ち主で、その雰囲気から女性たちは警戒心を抱かず犠牲となってしまったようです。その犯行は残虐極まりないものばかりで、ここでは詳細を語ることはできないほどです。その一方でテレビのデート番組に出演したり、新聞社で働いたりと人生を楽しんでいたのです。最終的に逮捕されて8人の殺害容疑で起訴されますが、彼は自分で自分の弁護を行いました。その様子も奇妙で、弁護士としての質問をするときは、アルカラ君、これはどうですか、それはですねと弁護士のときには少し低い声で話していたそうです。結局は死刑判決を受けるのですが、彼の手によって亡くなったのは100人にも及ぶのではないかと言われています。 IQ が高く女性ばかりを狙った犯行、自分で自分を弁護した点がテッド・バンディとよく似ていると比較されることも多い人物です。ちなみに彼の刑は執行されておらず、今もカリフォルニア州の刑務所に収監されています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。